は逆に言うと購入しやすい形でさすが流れを作ります。またこういうふうに出した感じで、靴業界大手 M 社です。 M 社ね、 M 社で僕のオーダーシステムは13年の期間、6万円、この間8万円値上げしました。8万円の靴で13年でずっと買いますよ。トラブルがあったら続きませんよ。で、先ほど田村さんからリピート率を上げるって話がありましたけど、オーダーです。大体リピート率 25% で、個人でやってる子は 35-6%。 要は、大きな括りで一人の人が買って気に入ったらもう一度買う。喋りにくいんですけど、池袋にある大手百貨店、S 百貨店とか、36足買わせてますね、M 社から。もうデザインないって言って俺にくれがありましたから、それは M 社に行ってくれよって言ったんですけど、それぐらいそのリピート率が高い人だ。じゃあどんどん先に進まなきゃいけないんで進めますね。革靴事業者イノベーションの提案です。コロナ禍は革靴自動車に何、革靴事業者に何をもたらしたのか。大幅な売上減、これは皆さんそうですね。それから田村さんの話も出ますけど、やっぱりイークマンスは面白いんですね。で、僕は実は15年前に会社を作って何をやってるかっていうと、オーダー靴をやってるわけです。足をデータ化したいっていうことをやったら副産物としてオーダーができちゃったと。で、今でもなんとかイーコマースに、俺の理論だと、足を10桁の数字に置き換えれば完璧に3次元再現できます。今7桁つきますね。